はい、どうもこんにちは。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、草刈りですね。隣の、畑から入ってくるつるの量が、ひどいので、それをまず、買っていこうかなと思ってます。それとあと芝の方もだいぶ伸びてきたんで、それを刈り取っていこうかなと。特に余計な、芝も生えてるんですけど、余計な雑草がこうニョキ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 こう背の高いのが出てきてしまったので、その辺を刈り揃えれば見栄えが良くなるかなっていう、ただそれだけなんですけど、その辺をちょっと作業していこうかなと思ってます。何を躊躇してるかというとですね、とにかく暑いんですよ。なのでちょっといつやろうかなと思って、朝からどのタイミングでやろうかなと思ってたんですけど、ちょっと日差しが緩くなる夕方にしようかなと思って、そのタイミングを今ちょっと待っているところですね、っていう感じの動画になると思います。とにかく隣のネットにあるなんていうんですかね、柵っていうかこうネットがあるんですけど、そこを乗り越えてきてるので、もう根元から行った方がいいかなと。多分1回じゃちょっと終わりそうにないので、何回かに分けて、刈り取っていこうかなと思ってます。またそこにこういろんな虫がこう群がってきてしまうので、ちょっと整えていこうかなと思います。見てくださいよ、このグリーンのカーテンというか壁ですよね。もうね、ほんとこう侵入してきて、なんかエアコンのところとかのあの辺が一番いつもやられるんですよね、なぜか。とりあえず柵にくっついた雑草を取り除いていこうかなと。ちょっと今日は夕方にちょっとやれば終わるようなもんじゃなかったんで、また後日この辺やってきます。やっぱちょっと夕方にならないと暑くてダメですね。残りはあっち側やって、でこっち側もまだ残ってるんで、これもまた引き続きやります。終わんないこれ。でプラスあそこの周りが雑草だらけになってしまってるんですけど、やっぱり背が高い雑草の方が生き残る感じですよね。身長ぐらい160、70ぐらいあるのかな、高さで言ったら。150かな、150ぐらいの高さですよね。えらい伸びる。しかもペースが速い。はい、ということでですね、今日は草をカットするだけの
動画になってしまいました。そんなこんなで、何かためになることも特になく、ただただ草を刈るだけでした。まあちょっと、梅雨というか、梅雨が長かったんで、突然晴れ始めて、草の量がちょっと去年にないぐらい勢いがあったので、その辺がちょっと大変だったかなっていうところですね。でも他の部分に関してはマジカルサンドを撒いてあるんで、そこまで面倒くさい状態ではなかったので、雑草の方のコントロールがうまくいってる方なんじゃないかなっていうふうに思ってます。ということで、引き続きちょっとまたこれもやっていこうかなと思います。多分秋口、冬の前までちょっとやらないと、伸び加減というかさ、つる系の雑草は去年見てる感じだと、冬場まで、冬のちょっと手前ぐらいまでは伸び続けると思っているので、ちょっとその辺はちょっと気長にやっていこうかなと思ってます。あと芝生の方の雑草に関しては、高さを揃えるっていうことをやり始めてるんで、パッと見ですよ、パッと見芝なのかなって、緑でこう覆われてはいるので、そこまでパッと見こう荒れてるなとかっていうふうにはならないと思うので、芝がちょっと揃っててくれると一番いいんですけど、まばらにこう芝が日当たりの関係で抜けてしまってる部分もあるんですけど、その辺は雑草の緑色はカバーしてくれてるかなっていうところですね。もうちょっと芝の手入れをした方がいいかなとは思ってるんですけど、ちょっとなかなか手が回らないので、またちょっと取り組んでいこうかなと思ってます。はい、ということで今日はこんな感じの動画でした。ご視聴いただきましてありがとうございました。かなり詳しく調べたのに、やっぱりこう虫がいるわけですよ。こいつがですね、あ、早い。こいつなんですよ、こいつ。これがもうすげえ食い荒らしてて、これ俺が食べる場所がなくなっちゃうじゃんっていうね。もうマジでありえないの、これ。なんかこう自分のこう、脱皮したのかな、これ。ああ、生きてる。何なの、こいつら。何なんでしょうね、本当に。俺が食べる部分がなくなっちゃうじゃんかよっていうの。各葉っぱに、こいつ本当に、何なの？本当にさ、本当やめてもらいたい、これ。こいつら本当さ、俺が食う前になくなっちゃうじゃん、こうさ。ちょっと様子が良かったからいいなと思ったんだけど、やっぱ食われてんな。これ何の虫なんだろう、これ。くそー。俺が食べる場所がなくなってく。ちょっと悔しいな、これ。マジで。
朝から気分悪いな、本当に。朝から気分悪いわ。